なんかアップデートが来てね、いろいろ追加されましたね。まあ早速この箱を開けていきましょう。なんか新しい、この箱から出てくるアイテムに、なんかね、箱から箱が出てくるんだよ。ちょっとそれを当てていきたい。ということで、ガンガン回していく。全然出ないな。なんかまあ大体ボムと、なんだこれ。そう、これ。このね、このボックスが欲しい。何出てくるかとか調べてないんだけど。あとなんかね、なんつうのこれ。トローペンブルーシリーズ、アイスブルーとかがね、出てるんだよね。で、武器。なんだこれ、ペイントとか、使えるようになったんだ。で、鍵があって、武器もね、増えてたんだよね。ああ、この一番上のね、AEK。AEK ってのが増えてます。で、アイスブルーシリーズ。種類的には AEK と、あと、なんか MP5 のクルッツだっけな。なんかあれが増えてたな。多分セカンダリだと思うんだけど。他は特に変わりはないかな。まさかありすぎて探すのがしんどい。フルーツなかったっけ？この辺に。あれガチャ専用かな？なんかガチャ武器結構高い金額で出てんだけど、フルーツがない。セカンダリにもないよな。ナイフ。まあいいや。もう一回これを引いて箱を当てに行こうと思います。さあ、残り18回。出るか。グレネード。メダル。メダル。お！これは、お、箱出ましたね。フロンティアボックス。さあ、早速、箱開けていきたい。さあ、開封だ。ん？なんだ？箱画面にならないぞ。どういうことでしょう？もしかしたら、あ、ここに箱があるのか。で、これでクリックユーズ。なんか書いてんな。出てきそうなアイテムが。まさかこれといって何が欲しいかとかもないんだけど。特に欲しい武器とかも。ない、強いて言えば、今日出てきた。AEK が欲しいけど。まあ、なんか、なんだか、ピースメーカー、よくわからんけど、つけて。で、多分この鍵を使うんだよね。なんか、最初もうくれたんだよな、ただで。1個目は。さあ、開けていく。フロンティアボックスから何が出てくるのか。武器確定だっけ？ドーン、シグ、あー、これか。いらねえ。これ、前使ってたんだよな。持ってたやつじゃん。いや、ちょっと、微妙ですね。まあ、つか、何が欲しいかとかもそもそもないから、だいたいいらないになっちゃうんだけど。もうちょっとじゃあ、箱、引いていこうかな。さあ、あと14回引く中で、箱が何個が出てくるのか。ハイスモークグレネード。BS コイン。これ嬉しいね。お、なんか変なスプレー。お！箱来たかな、これ。はい、フロンティアボックス出ました。で、開けていこう。ちょ、めんどくせえな、これ。もう全部も取っちゃうか。で、箱開けていく。鍵がない。あー、そっか。鍵を買わなきゃダメか。どこで買うんだっけ、鍵。200か。まあ、買うか。あるし。さあ、買って。
肝炎入手して。箱を使っていく。なんか欲しいもんな。刀ってのがなんかちょっと気になるな。バリソング。なんかね、武器はね、別にいらないかな。うん、武器で欲しいもん特にないな。刀とか、あ、銃ね。AK のなんかよくわかんないやつ、ちょっと欲しい。さあ何が出るか。うわ、普通のナイフじゃん。普通のナイフじゃん。一番いらねえ。はい、なんかまあ、そんな感じですね。なんか箱から出るね。ちょっとでも高いよな、これ。あの箱。鍵が200。200BS コイン。高いのか安いのかよくわかんないけど。まあ、そんな感じですね。箱はまたちょっと機会があったら開けていこうかな。まあ、それよりね、今回、ここで買えるやつだったらちょっと凹むんだけど。ああ、ないか。やっぱ箱限定のナイフ。でもなんか普通なんだよな。まあ、大丈夫か。箱からしか出ないか。ってことをちょっと確認したかった。まあ、そんな感じだね。このなんか、下の方に、こう、クルツがあるんだよ。これ。これがちょっとね、これセカンダリか。マシンピストルって書いてるから。なるほどね。スコーピオンと同じだ。さあ。ないよね。うん。ショップ、普通のショップには特に何も追加されてない。ま、これをね、買っていきましょう。ちょっとね、新武器やっぱ使わないと。早速買って、これを使ってプレイしてみましょうか。はい、じゃあね、ちょっとこのプレイ動画は次の動画でやります。